よっ。ということで今回はね、前回リクエストいただいた縁側差しです。ということでね、この縁側ネットで買ったんですけど、種類がカラスガレーっていうカレーの縁側らしいです。油も乗っててめちゃくちゃうまいらしいんで、今回は2品作ります。1、そのまま縁側差し、2、炙りでいきます。ちょっと今回何もあしらいないから、ちょっとシンプルに大葉だけでいきます。油やばすぎてジュージューしてるよ。ちょっとごめんなさい、炙った方ちょっと身崩れちゃった。もっとちょっと大きめに切ればよかったっす、ごめんなさい。ということでね、まずは乾杯からいきましょう。アサヒザリーチ、いきます。乾杯。そんじゃいただきます。まずは醤油でね。うめえ。確かに油乗ってるんだけどね、全然くどくないし、食感もコリコリでうまい。もういっちょ。次はちょっと炙りいきますか。まずは醤油で。うまいうまいうまい。次はわさびと岩塩。あー、繊細。これ見て、これ油乗ってるから醤油にすげえ油が浮いてる。テッカテカや。そんじゃゆっくり晩酌続けていきます。バイバーイ。うい、たださん、皆様短い1枚来た。やっぱりここでも乾杯。飲んだら飲んだで上がっちゃう。なんだろこれって飲み会マジ。さすがにマールズでアルコール、もう無理限界出ちゃいそう。そんなの気にしちゃ楽しめない。もったいないから楽しめワンナ。